エピグラフは文書の関東に置かれる句、引用、詩などの短文のこと。大句、名句、大事。他に、石、彫刻、効果に刻む、悲鳴、悲文の意味もある。エピグラフは、序文、要約、判例になることもあり、作品をより広く知られている。文学作品と関連づけたり、比較をもたらしたり、あるいは様式化されたコンテクストに参加するためにも、使われる。 例えば、T.S. エリオットは、J. r フレッドプルフロックの連歌で、ダンテの新曲からの長い引用をエピグラフに用いたが、それは、新曲地獄編でのグイド一世、ダモンテフェルトロの言葉とエリオットの詩を形成する、モノローグを関連づけることで、プルフロックの告白に注釈と重要性を付け加えるためだった。エリオットは、ゲロンチオンでも、ウィリアム・シェイクスピア、 尺には差しオからの引用をエピグラフとして利用している。ジョルジュ・ペレックの人生使用法の序文と本全体へのエピグラフはトリックは遊ばれるものであり、すべてがそう見えるものではないということを読者に警告している。EL ドクトローのラグタイムのエピグラフはスコット・ジョプリンがラグタイムを演奏する人たちへの教授からの引用である。曲を早く演奏しないこと。 ラグタイムを早く演奏するのは決して正しくない。これは20世紀への変わり目のアメリカ合衆国の加速するペースと対照的な立場である。作品自体の虚構性に関連させる意味で虚構の引用を使う作家もいる。例えば、スティーブン・キングのミザリーでは主人公の書いた虚構の小説の一節をエピグラフとしている。また、ジャスパー・フォードの文学掲示。 サーズデーネクスト1ジェインエアを探せ。では、おそらく本編で描かれる事件について書かれた未来の書物からの引用をエピグラフに使っている。SF 作家には物語の舞台となる世界の引用を使うことを好んでやっている。例えば、アイザック・アシモフのファウンデーションシリーズやフランク・ハーバートのデューンシリーズがその例である。 それは想像上の世界に信憑性を与えるやり方と見ることができる。新曲地獄編第27課。ありがとうございます。